ビジョン2027勝利のための新韓国指導者特別晩餐会が釜山で行われました。誠の父母様が入賞され、全体で礼を捧げた後、代表で新共産国パクヨンベ会長夫妻が花籠を奉呈し、礼物奉呈が続きました。ムン・ヨナ UPF 韓国議長の温度で勝利提起が行われました。晩餐に先立ち、誠の父母様は新共産国の88人の公職者に服をプレゼントされ、映画トップガンを鑑賞する機会をくださいました。晩餐後、映画の感想を発表しながら決意する時間が持たれました。天の摂理において毎日のように限界を突破していく誠の父母様の姿が連想され、誠の父母様は天の夢を叶えていく将軍のようだという感想などを伝え、指導者のリーダーシップに対するインスピレーションを分かち合いました。感想を交わした後、誠の父母様は愛の御言葉をくださり、何事にも感謝の思いで臨むことを強調されました。天の摂理の完成のために向かっています。この国が天の父母様の祖国としての責任を果たさなければならないのです。天の父母様を地上にお迎えすることができる天苑宮天一聖殿を天の前に奉献し、実体的に天の父母様が運行なさることのできる環境を作っていく上で、この民族がこのことを知るべきであり、責任を果たさなければなりません。そのためには皆さんが教えてあげなければなりません。天の父母様、誠の父母様にはべる民となり、天がこれまでこの漢民族を守ってくださったその恩恵に対する感謝の気持ちで、天の父母様の完成した完全な祖国となることができるよう責任を果たす御地区の皆さんとして出発してくださることをお願いいたします。感謝の気持ちを忘れないでください。感謝、何事にも感謝、そのことを御地区の民すべてに教育してください。わかりましたか。誠の父母様の限りない愛に感謝の気持ちを伝え、参加者全体でオンマヤヌナヤを歌いながら2027の勝利を誓いました。誠のお父様天中孫ファ10周年孫ファ祝祭勝利のための40日特別生成出生ビジョン2027勝利のための新韓国指導者特別集会が、誠の父母様の主観のもと新共産国釜山協会で開催されました。現場では新韓国の指導者たちが参加し、オンラインで世界の指導者たちが参加する中で行われました。チョン・ウォンジュ総裁秘書室長は挨拶の言葉とともに訓読のために登壇しました。3年前、誠のお父様天中孫ファ7周忌で、誠のお母様がお父様に捧げられた初心を覚えていらっしゃると思います。その初心を今日訓読し、誠のお母様の懇切さを相続し、40日特別活動、さらに60ヶ月の新統一世界安着のための決意の時間にしていただきたいです。ユン・ヨンホ世界本部長は、誠のお母様がこの10年間中断なき前進で一瞬も休まれなかったことを伝えました。お父様にお会いしに行くその道がお母様を慰労して差し上げ、私たちが今お母様の心情の対象となり、これから私たちがお母様の成熟した子女としてお母様を慰労して差し上げ、60ヶ月をこれから私たちが責任を持って歩んでいかなければなりません。今まではお母様が私たちを背負ってこの道を歩んでこられたではありませんか。どれだけ重かったでしょうか。これから私たちがお母様を背負い、お母様にはべって前進する、そのような子女になれたらと思います。皆さんが同意されるなら、もう一度その熱い心情と熱い決意を込めて、天地人誠の父母様、特に誠のお母様に大きな拍手をお送りください。
真の父母様が入場され、新韓国五地区の共同会長、設立官庁、軍議員、二世、三世が代表で真の父母様に花籠を奉呈し、全体の思いを込めた礼仏奉呈へと続きました。五輪節1周年を祝い、また真のお父様天中孫法10周年孫法祝祭のための40日特別聖聖出生の勝利を祝うケーキカットが行われました。パクヨンベ五地区会長は懇切なる心情を込めて報告祈祷を捧げ、真の父母様は久しぶりに会った子女たちに明るい笑顔で恩恵の御言葉をくださいました。愛する全世界の統一家の祝福家庭のシックの皆さん、今や私たちは天の父母様の夢が叶う時代に生きています。人類が行くべき道、全ての宗教が行くべき道は天の父母様に出会う道です。天の父母様の夢は地上で、真の父母と共に、子女たちと共に、地上天国の実生活を実体でなさることが夢でした。この民族は天の父母様にはべる天の父母様の祖国としての責任を果たさなければなりません。そして世界の前に見せてあげなければなりません。この日を天は6000年間待ってこられたのです。皆さんは知らなければなりません。真の父母が地上にいらっしゃる間に、天の父母様にはべる位置でこの民族が責任を果たさなければなりません。この民族の責任は新統一韓国です。新統一韓国、誇らしい天一国の指導者、天保家庭、民であるということをこの民族の前にはもちろん、世界の国々の前に誇ることのできる全ての皆さんとなることを願いながら、今日この御言葉を話しました。終わりの日には責任を果たす誇らしい天一国の民になることを強調された真のお母様、御言葉に応え、全体を代表して新韓国共同大陸会長たちは決意文を朗読し、出征の時間を持ちました。1. 私たちは絶対信仰、絶対愛、絶対服従で、真のお母様と完全に一つとなり、真のお父様の偉業とその身旨を必ず成し遂げることを決意する。 1. 私たちは天中孫法10周年がお父様にお会いしに行く愛と心情の回復の時間になるように、天の上で縁を結んだ祝福家庭とシック、設立機関の会員と各界の指導者をすべて訪ね、真の父母様の懐へ導くことを固く決意する。1. 私たちは天の父母様のもとで人類一家族理想を実現する誇らしい天一国の民であり、巨人の子女だという誇りを持ち、新統一韓国と新統一世界の安着基盤造成のためのビジョン2027を必ず勝利することを決意する。決意する。決意する。この日を祝い、推薦の精神で決意したプサンウルサン推薦合唱団と、二政権と青年復帰を決意した新ギョンサン国 YSP、歌手オースン軍の祝賀公演が続きました。
参加者全体でサランヘを歌いながら、誠のお父様天中孫は10周年40日特別聖戦の勝利を誓い、全体の決意を込めて5つの地区の YSP 会長たちの音頭で億万歳を叫び、特別集会は終了しました。凍てついた大地を貫き、真っ先に春を知らせる水仙の花のように、新韓国5地区のプサンを皮切りに、世界的に誠のお父様天中孫は10周年孫は祝祭勝利のための40日特別聖戦出征式が開催され、心を一つにし聖戦の基盤を積み重ねています。40日の特別聖戦と特別活動期間を通じて、誠のお父様天中孫は10周年孫は祝祭を広く知らせ、親しい誠のお父様にお会いし、誠のお父様の夢を叶えて差し上げるために姿勢決断全力投球しておられる誠のお母様を慰労して差し上げ、私たちが誠なる講師となり、誠の父母様と一つとなって進んでいくならば、2027新統一韓国新統一世界が安着することでしょう。1991年10月13日、韓国全本部教会での御言葉、世界はどこへ向かうのか、第11部。私は会社には興味がありません。それなのになぜ今まで会社を作ったのでしょうか。宗教が反対したので、工場の基地なので身旨を成し遂げようと思ったからです。私が手をつけなかったところがあったでしょうか。政治の世界、経済の世界、文化の世界まで手をつけなかったところがないのです。どこか一つの分野でもいいから作り直して私の基地にして、死ぬ前に身旨を定着させていかなければならない責任があったので、自ら進んで何でもした人なんです。私は原理の御言葉を親兄弟愛する兄に語ることができませんでした。なぜか会に対してそれを教えなければならなかったからです。その後から故郷を訪ねて母の前で大声で泣きながら話すのです。両親の期待を裏切って親不孝な子として、温州の子たちを愛するために世界を渡り歩いて傷を負って歴史の怒りを抱いて帰ってきた息子が、高校息子とは言えない立場で父母の墓の前で大声で泣いて話せるその日を探している人なのです。そのような先生の行く道を知る子女たちが故郷に帰るのを嫌がるのですか。ドイツが生きられる道は東ドイツの人を故郷につなげること、西ドイツに来ている東ドイツの人々を西ドイツのお金で自分の親戚のように思って助けてあげられるように故郷を愛する運動をすることでした。そうしていたら今日政府が支援しなくても東ドイツを導いていける道ができていたのです。同じように今日統一教会の文総裁がやっていることを聞いて、クリスチャンたちは皆統一教会は滅んでしまえと言いましたが、残念ながら統一教会は滅びません。恐ろしい活動です。これは荒野40年の世界露呈において、荒野露呈において神様がなぜイスラエル民族に40年間も苦労させたのかということと同じです。それはエジプトでの習慣を克服させるためです。しっかり認識しなければなりません。エジプトで良いものを口にし、良い服を着て暮らしていたすべてのこと、肉を食し、気軽に酒を飲んで踊って楽しんだあらゆることを忘れてしまわなくてはならないのです。それができない一世は荒野でわしの餌になるということです。間違ってしまったら神様に必要ない人になるのです。二世をカナン七族に送り込んだ時に神様が警告したかったのは何だったのか。カナン七族を消化すべきあなたたちがカナン七族に消化されたら、イスラエルの天国の理念が壊れてしまうということでした。わかりますか。私は40、50、60、70になるまで他には何の関心もありませんでした。お金に関心がありません。工場に関心もありません。統一教会にも関心がありません。南北統一が結集され、アジア統一、世界統一がなされることを知っているので、それを重要視する人なのです。私は統一教会の全財産を売り払って、工場を売り払って、南北統一できるなら、金日成をお金でどうにかできるなら、私の骨を渡してでも買いたいと思っている人なのです。だから力の及ぶアメリカの政府を通じて今回だって会議をしましたね。それは誰がするのですか。お金があるからするんですか。
どこにそんなお金があってできるんだと噂を立てて名を売るためですか。私に名誉は必要ありません。再臨主以上の名誉がどこにあるんでしょうか。クリスチャンたち、レバレントムーンが再臨主ではないと説明してみなさい。牧師だろうが長老だろうが神学者だろうが、30分以内に何一つ証明できずに尻尾を巻いて逃げていくでしょう。理論で負けるのです。私はそのような人です。そんなことはもうすでにやってきたのです。ですから再臨主が人としてやってきたら、世界のすべての宗教家やクリスチャンたちも人として来るなら、私たちが反対しているレバレントムーンしかいない、大変だとなるのです。私は知っています。私はダメになるようなところにいたら何も始めません。私は賢い人だからです。そうできる内容があるから、開拓一路で、捨てもんだしても死なずにここまで来て、大口を叩けるのです。はっきりしてください。じゃあ、行くの？行かないの？答えてください。行かないと言うなら、ここで全て解体命令を出して、教区長だった人は全員免責にして、平民にさせます。答えてください。行くの？行かないの？誰と一緒に？神様と一緒に。レバレントムーンが南北統一という条件をかけてこんなことを言っていますが、神様は世界統一という条件をかけて投入してきました。世界統一のために、南北統一の受難を超え、アジア統一の受難を超え、世界統一の受難を超えて投入している神様の前に恥ずかしくなるようでないと。だから私は出世したり有名になるようなところには出ていきませんでした。